長い晩から起きまして、ホステルに着きました。バイトやってるんですけど、完全に車酔いでもうちょっとだいぶ気分悪くて、とにかく僕が寝て、もうすぐ8時ですよ、7時40分レストランに向かいたいと思います。歩き始めて、早10分、実はね、これからちょっと行きたいところがあるんですよ、僕の念願みたいなね、はい、まあ、そこで夜ご飯も食べるっていう感じです。ちょっとね、ここら辺人がちょっと多くて歩きにくいんで、もう着いたらまたカメラ撮ろうと思います。さあ、ウーターズの前にあるのはハードロックカメラ、ここに行きたかったわけですよ。バーガーキングには目もくれません。さあ、中央側にちょっと回んで、飯でも食べようかなと思います。さあ、店内に入りました。久しぶりの、ハードロックカフェ。ここにはね、食べるっていうよりは、まあね、こちら T シャツ、もう似たようなやついっぱい持ってるんですけど、やっぱりこういうのを集めるのがね、もう趣味みたいになってきて、趣味って言ってもそんなないですけど、いやでもね、でっかいな、いや大きいけどもそんな人もいない。すごい、すごい、すごい、ロックのレジェンドたちがいっぱいいるわけです。Yeah, the very handsome coon will throw around the table to celebrate Christmas. Yeah. ローリングストーンズ。はい、ついにやってきました。じゃあハンバーガー。やっぱもう今日はねハンバーガー食うって決めてたね。はい。本当にもう昼間なんかご飯食べましたけどね、もうあんなん関係ないですからもう腹減ってないんで、もう食ってないんで、食ってないのと一緒ですからね。ですからね、もう今日はたらふく食って、ハンバーガーでこちらのナッチョス、はい、もうこれ食べて外にあるバンド後で見に行きたいと思います。これであと T シャツっていうかなんかグッズ買って、はい、もう今日は楽しい一日になりそうですね。9時、はい、明日も忙しいですけど、頑張って食べて頑張って寝ます。じゃあまた後でとりあえず食べます。いただきます。飯も食ったんで、バンド行ってみましょう。いや本当はですね、まあ、よく見てきてるんですけど、何なんだろうこれ。すげえな。こんな感じで並んで。こうやってコレクションの方がありましてね。まだな。じゃあまあ一応ライブをね、まあ、聞こえてくるんで。アイテムグッズショップに行きたいと思います。はい、ついにですね T シャツ買いましたよ。これ別にそんな高いものじゃないですけど、まあ、高いですよ今の僕にとっては。ですけどね、なんかもうこういうの持っただけでね、なんかもう高級感漂いますねこれ。もう早速ね、もう今旅行中ですんでね、服があんまない状況でして、早速これもう明日に着ようと思います。いやもう今日はこのビートルズ T シャツ着てよかったですね。これちょうどなんか合ってるかな、さっきもビートルズいっぱい流れてたんで、ね、
なんか注目されるかなと思ってさ、そんなこと別になくてだけどまあなんかちょっと一体感あるありますね。いやそれにしてもこの傷もやっぱプーケットに来たってことでね、ひねりになりましたし、まあ、動画にも起こしたし、まあ、これで悔いないですね。まああと2日間ぐらいいるんですけど、まあ、2日目にして結構いい出来になりました。いや本当に何ですかね、飯も食ったし、今日は、おとなしく家帰ろうかなと思ったんですけど、さっき近くになんかストリートがあったんで、そこも寄って、今日は帰ろうと思います。それではどうもありがとうございました。